対しても行動していかなければなりません。それは一人一人考えて自分のことにおいて行動していくこと、またそれをみんなで一緒になってやっていかなければならないことだと思います。ありがとうございます。そうですね、全然殺したくもないですし殺されたくもありません。やっぱ戦争によって何も、残るものはありません。それを起こすことがどういうことかを自分のことに置き換えて避難で行動していきましょう。私も国会前、集会と参加していきます。皆さんも共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして高校1年生の男の子のスピーチです。お願いします。今、教会に預かりました創立大の高校生でございます。これからの日本を作っていくのは、今の僕たちの世代です。そのため今の時代に成立した法案の影響を最も受けるのも僕たちです。安倍政権は特定秘密保護法に始まり、日本が戦争につながってしまう可能性のある多くの政策を行っています。最近、報道されたことですが、奨学金の未返済による自衛隊への入隊や企業の研修により、自衛隊に派遣される可能性がある、とのことが報道されました。僕の周りにも奨学金を利用している人が少なからずいるためとても不安です。また安倍総理は抑止力という言葉をよく用いております。しかし抑止力は本当に必要ですか？軍事的抑止力に頼らない外交によって平和に問題を解決する、それが一番です。軍事に頼った世界は安心して暮らせません。そんな世界はいらないんです。外交によって平和を築くための総理大臣ではないでしょうか？そうでなければ総理大臣はいりません。僕たちは人を殺す、また殺される日本人になりたくはないんです。最後となりますが、私は、あと数年で選挙権を得ることができます。それまで、しっかりと学んでいき戦争法案を押し倒すような議員には絶対に投票しません。ありがとうございました。もう本当期待の星ですね。頑張りましょう、ともに。ありがとうございました。続きましてまた年齢は下がりまして中学2年生の女の子に発言をお願いしたいと思います。お願いします。中学2年生で、一応ティーンソウルっていう団体に所属しています。今日は、絶対戦争法案を廃止したくて家族で来ました。全国で今大学生や高校生が声を上げています。私たち中高生や大学生が一番影響を受ける法案ですし、自民党の答弁も的を得ていなくなっています。安倍政権はもっと国民の意見を聞くべきなんじゃないでしょうか。国民の意見が聞かれていない今、民主主義は崩れようとしていると思います。こうやって声を上げることが民主主義なんじゃないでしょうか。頭の中が真っ白なんですけど私の周りでも、戦争法案はダメだとか言ってる人がいるんですけど、でもそれを声にしてこうやって集会やデモに来ることが大事なんじゃないでしょうか。デモとかかっこいいとか言って意見言えない人の方が私はかっこ悪いと思います。これからの未来のためにも戦争法案は絶対廃案にしましょう。皆さんで頑張りましょう。ありがとうございました。それでは続きまして今度は小学6年生の女の子が戦争と平和について考えるという
自作オリジナルの作文を読みます。お願いします。被爆地広島を訪問して私が大人の人に言いたいこと。私は8月に広島に行ってきました。学校の夏休みの宿題として戦争と平和について考えるというのがあり、良い機会だと思いました。被爆地広島で見たこと、思ったことを話したいと思います。広島には原爆の影響があった場所がたくさんありました。最初に見たのは原爆ドームです。原爆ドームは今にも崩れそうに立っていました。至近距離からの爆風、4000度近くもの熱線を浴びたのに70年経った今でも立っていることに感動しました。広島平和記念資料館では子どもの衣類、家具、すべてがあの8月6日に落とされた原爆で燃えたり壊れたりしたものでした。自分が生きるために大切な家族、友達を見捨てていった人々の悲しみや罪悪感、辛さ、ごめんねと言われながら見捨てられた人の悲しみを思うと、私自身もとっても悲しくなります。資料館では被爆した人の思いを感じることができて、とても良い体験となりました。遺跡巡りもしました。嵐の中の母子像や教師と子供の日など原爆に関する像がありました。原爆は罪のない子供たちを殺していったのです。私は生まれたばかりの赤ちゃんや子供たちに何の罪があるのかと思いました。広島に行き、原爆の恐ろしさ、そして何よりも罪のない人を巻き込んだことへの怒りをとても強く感じました。戦争はしてもいいことなんかありません。私はそのことをこれからも多くの人に伝えて、二度と戦争が起こらないようにしたいです。戦争で亡くなった罪なき人が安らかに眠れるように、私たちが平和な社会を作らなければならないと思います。私は今までの日本は平和だと思っていました。しかし今安倍政権によって平和が崩されようとしています。日本は戦争に近づいている気がして、私は不安な気持ちでいっぱいです。安倍首相、そして大人の皆さん、私や私の友達や日本や世界の子どもたちが戦争で悲しむことのない平和な未来を約束してほしいです。どうもありがとうございました。私たちが平和な社会を作らなければならないと思います。小学生の言葉です。そんな子どもたちの将来を案ずるお母さんを代表して、久保井さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、八王子市在住の久保井と申します。私は2011年の震災以降に政治に興味を持つようになった一人です。この4年半で国は簡単に個人の幸せを見捨てるものだということがよく分かりました。そこそこ幸せに暮らせていたけれど、その足元が危うくなってきている気がして、本を読んだり勉強会に通ったりするようになりました。そこで出会ったのが日本国憲法です。そこで知ったことは、憲法は一人一人の自由や権利を守るためのものであって、政治家など権力者を縛るものということです。今の安保法制の進め方、まともな説明もできず、言ってることが日によって変わったり、命に関わる問題がきちんと決められていなかったり、私たち一人一人の生活を守るものとは思えません。戦後70年、私たちが当たり前だと思っていた平和な日本を、私はこの後の世代にも引き継いでいきたいと思っています。子どもたちにも平和な日本で暮らしてほしい。こんなことを言うと、日本だけ平和でいいのかなんて言う人もいますが、日本が世界に他にもないような平和な社会を築いて、それをどんどんアピールして、平和な社会を作るノウハウを世界に示せるような、そんな日本で暮らしたい。戦争をする国はたくさんあります。そこに武力を使う国がまた一つ加わることで、本当に平和な世界がやってくるのかと思います。今回の災害であんなに力強く優しく救助活動をしている自衛隊の人たちが、同じ手で人を殺したり殺されたりするような場所に行くこと、私は耐えられません。子どもたちとテレビを見て笑っている時に、ニュース速報で
自衛隊員さんが亡くなったなんて聞く、そんな社会は嫌です。来年は参議院選挙があります。どこそこの議員さんとは知り合いだし、お世話になっているから、あの党に投票しないといけない。でも今の法案やその進め方は少しおかしいなんて思っている皆さんに、知ってもらいたい憲法の条文が一つあるので読みます。憲法第15条、公務員を選定し及びこれを帳面することは国民固有の権利である。すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。ちょっと省略しまして、すべて選挙における投票の秘密はこれを犯してはならない。選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。政治家を当選させたり辞めさせたりするのは私たち一人一人です。政治家が先生などと呼ばれて私たちより偉いなんて思うことはこれっぽっちもありません。そして選挙で誰が誰に投票したかは誰にも知られることはありません。私たちこそがこの国の主権者です。私は戦争しない国で生きていくことを望みます。今目の前にある小さな幸せがたくさんの生活を守っていきたいので、この今の政権とこの戦争法案には断固反対します。ありがとうございました。上位さん、どうもありがとうございました。これからまたコールを入れようと思いますが、さっき言ったようにプラカードをちょっと掲げながらみんなでコールしましょう。よろしく、僕がお手本でこうやってやってるんで、よろしくお願いします。コールをするんですけど、プラカード掲げたまんまでお願いします。その方がアピールがあるそうなので、マルベリーブリッジの皆さん、こんにちは。では掲げたままでお願いします。申し遅れました。今日の司会は、石山菜穂子と、岩谷陽次郎君の2人で行います。八王子育ちの、若者、平成生まれ若者2人で頑張ります。よろしくお願いします。実は私今新宿から飛んで帰ってきたんです。朝そこで街頭宣伝をやった後、その後新宿で231名の人が集まって、明日は国会に行こうと訴えてきました。私地元の八王子もこんなに集まっている。これは絶対に廃案にするしかない。頑張りましょう。それではコールを行います。戦争法案絶対廃案、戦争法案絶対廃案、今すぐ廃案、今すぐ廃案、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 安倍政権は直ちに退陣、安倍政権は直ちに退陣、安倍政権の暴走を止めよう。
ありがとうございます。またリレートークに移っていきたいと思います。議員さんのリレートーク始まります。まず共産党国会議員田村智子さん、急遽駆けつけてくれました。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本共産党の参議院議員田村智子です。参議院は来週この戦争法案採決になるかどうか本当に山場を迎えています。そういう時にこの八王子で皆さんと一緒にコールができたこと本当に嬉しく思います。明日14日には安倍総理が出席しての委員会が行われます。翌日の公聴会にはなんと95人もの皆さんが私に意見を述べさせてくれと参議院に応募をいたしました。その中で公述人の一人はシールズの奥田さん、公述人として15日意見を述べることになりました。皆さんどうか応援してください。この法案がもうボロボロだということ、答弁もボロボロだということ、皆さんも本当によく理解した上で反対をしていると思います。何しろ日本が攻撃を受けていないのに武力行使を行うことができる存立危機事態、一体何なのかって聞いても全く答弁が返ってこない。国会の外では民主主義って何だって言うとこれだって返ってくるんですが、国会の中では存立危機事態って何だって聞いても答えが返ってこない。あの安倍総理お得意の赤ちゃんを抱っこしたお母さんの図、あれは関係ないそうですね。アメリカの軍艦に日本人が乗っているという場合さえありえないんですが、日本人が乗っていなくともアメリカの軍艦は日本にとって重要な役割を果たしているんだから、武力を使ってでも守るのは当たり前だという答弁に変わってきています。これでは皆さん何でもありです。そこまでしてアメリカに突き従うことが日本の平和と安全を守る道とは到底思えません。皆さんやるべきはアメリカにできることの国際貢献じゃないと思う。アメリカにはできないことがこの日本だからこそできることがあるはずではないでしょうか。これほど宗教に寛容な国はありません。神社のすぐそばにお寺があって、お寺の中に稲荷神社があるぐらいです。こういう日本の国が世界の中の宗教対立、宗派対立、それの話し合い仲介役を買って出て、世界の宗教者日本に来てもらって話し合いの場を持ってもらう、こういうことだってできるんじゃないでしょうか。これはアメリカには決してできないことです。憲法9条を持つ国だからこそできること、これを道を閉ざすのが戦争法案です。だからこの法案許すわけにいかない。皆さんどうか最後までハイランド声を上げていこうではありませんかね。木の上の皆さんも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。頑張ります、頑張ります、頑張ります。田村さんどうもありがとうございました。また国会内外でも私たちはしっかりと連帯してしっかりとスクラムを組んで共に頑張って、ハイヤーのその日まで共に頑張りましょう。ありがとうございました。それではまた参議院議員の山本太郎さんからのメッセージ、今日はお越しになれないということですのでメッセージを寄せていただきましたので、私が代読させていただきます。八王子市民の皆さん、参議院議員の山本太郎です。憲法違反の戦争法案、大きな山場がやってきました。アメリカのリクエストで憲法を踏みにじってできた戦争法案は、国会審議の中で政府の答弁はボロボロ、憲法違反の戦争法案は断固反対、廃案しかありません。皆さん廃案に追い込むために頑張りましょう。山本太郎でした。続きまして社民党福島瑞穂さんからもメッセージを寄せいただいてます。代読は八王子市議会議員佐藤和田さんです。どうぞよろしくお願いします。八王子の皆さん
ために活動をされている八王子の皆さんに心から敬意を表します。今まさに国会で安保法制特別委員会で戦争法案を絶対に成立させないために大奮闘しているところです。安倍内閣は戦後最悪の内閣、なぜか集団的自衛権の行使を合憲とした内閣だからです。憲法を踏みにじれば憲法は憲法でなくなり無法状態となってしまう。また戦争法案の中身はアメリカの戦争の下請けであり、人員の肩代わり、費用の肩代わり、リスクの肩代わりをしていくというものだからです。私たちは戦争の被害者にも加害者にも決してなってはなりません。明日月曜日は総理が入っての集中審議があります。福島みずほの質問は夕方4時過ぎからです。絶対に見てね。火曜日は中央公聴会、水曜日は地方公聴会が横浜であります。その後採決に向かうのではないかと危機感が大きく広がっています。この審議を止めるために何ができるか、国会の会期切れまで採決をさせないために何ができるか、この戦争法案に反対する勢力と力を合わせてさまざまな手段を社会民主党も講じていきます。この1週間皆さんと気持ちを一つにして戦争法案を廃案にするために頑張ります。今日の集会の成功を記念し連帯のメッセージといたします。あと一踏ん張り、もう一踏ん張り、絶対に諦めないで一緒に頑張ろう。参議院議員社会民主党副党首福島みずほ。皆さん、八王子市議会議員社会民主党の佐藤あずさです。今八王子市議会も会期中ですが、明日総務企画委員会でなんと八王子市民の方が請願を出してくださっているので、それの審議が行われます。私も総務企画委員会の委員としてその審議に加わります。八王子で平和行政の充実を求める請願、安保法制に反対の思いを表している方からの請願です。頑張ります。八王子市議会の市議会議員も今野党が一つになって頑張っているところなんです。市議会議員の方も皆さんどうか応援してください。社民党の佐藤梓でした。それでは続いて生活者ネットワークの方に移ります。どうもありがとうございました。八王子市議会議員のリレートーク続きます。市民ネットから前田さん、どうぞよろしくお願いします。八王子の皆さん、こんにちは。マルベリーブリッジの上の皆さんもこんにちは。私は生活者ネットワークの市議会議員前田佳子です。私は今この宣伝カーの上に乗って大きなマイクで皆さんに向かってお話をしています。でも今そこでお茶を飲んでいる皆さんや、ちょっと今日はお休みで街に遊びに来ていて通りすがりの皆さん、そこの皆さんと全く同じ感覚でおります。今日はネットの事務所からこの場所まで2往復ぐらいうろうろと歩きました。私は八王子原住民ですので、ユーロードにあった歌詞レコードやもういろいろな思い出があります。そしてこの日曜日モードの平和な八王子の街を満喫しつつ、そして日曜日はやはり用事がない家族がぼよよんと起きてくるこのモードの中、やはりこういったモードに行くまでに時間がかかったりします。でもこのグラデュエーションがあっても、やはり私たちは毎日毎日の日々の生活、これが一番です。ちょうどお仕事が佳境でやっと終わったという方もいらっしゃいます。そんな中、こうして毎日勢いをつけて来れる方ばかりではありません。みんながそうならなきゃいけないわけじゃありません。そうやって声を上げてるお友達をよそ目に、私は参加もできないし声も上げられないなんて卑屈になったりすることはありません。皆さん、自分のできる範囲でやれる範囲でとにかく戦争
だ。誰が何て言ったんだろう。安倍総理はそれに対して何て言ったんだろう。こういったことを頭に思い描きながら、皆さん明日のお仕事や学校を頑張りましょう。そしてこの週の話、しっかりと自分事として聞き、そして感じ取って、その後私たちがどうするべきかしっかりと感じて、また共に行動していきましょう。現在八王子市議会も第3回定例会真っ只中です。私も、毎日必死に、ついていこうと頑張っております。そういった中で、国で決まったこと、国で決まってしまったマイナンバーの 法律があります。そして国で法律が決まると、地方自治体は自動的に強制的にこれに関する条例を作らなくてはいけなくなり、この条例のこと、また話、審議がされます。本当は市役所の人だって、これがみんな、これが本当に必要なものであると思ってお仕事をしているとは思えない。本当に必要なものだと思って市の人もやっているとは思えないけれども、やらなくてはいけない。そこにそれだけの予算もつけなくてはいけない。こういった誰もが 年金の問題、誰も責任も取ってくれない、こんなことがある中で、皆さん、公営だからやらなきゃいけないと降りてくること、こんな政治はおかしいと本当に思っております。やはり私たちに必要なこと、世の中が良くなるために、どういったふうに私たちの姿勢、そのためにそういった政治が行われるような世の中になるために、皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。同じ生活者ネットワークの成美由里です。私たちのこの生活の日々の生活を守っているのは憲法があるからです。憲法は私たちのもの、国民のものです。一権力者が勝手に変えていいわけがない。絶対にこの法案廃案にしていきましょう。ありがとうございました。生活者ネットのお二人、どうもありがとうございました。今日は八王子で声を上げてますが、明日は国会前に行きましょう。ぜひ八王子から国会へっていうのを掲げてやってます。1時から国会前座り込み、6時から国会前行動やるので、まあ、1時間ちょっとで遠いなって思うかもしれないけど、それでも行くっていうのが、やっぱりさっきも言いましたが、戦争法は廃案にする大きな力になるので、ぜひお願いします。で、行けないなという方はカンパをこののぼりとかプラカードとか、プラカード持ってなくて欲しい方、配ってるので行ってくださいね。喫煙所の方とか欲しいんじゃないの、行ってくださいね。もらって後で掲げますので、カンパ袋持ってるスタッフの方、ちょっと掲げてもらっていいですか。ちょっと周り見渡していただいて、明日行けないな、交通費1000円浮くな、あ、これカンパかなっていう感じで、ぜひご協力を。のぼりとかプラカードとか作るのも大変で、みんなボランティアでやってるので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは続きまして、八王子市議会議員続きます。市民自治の会、陣内さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、八王子の市議会議員、市民自治の会の陣内靖子です。こんにちは、マルベリーブリッジの皆さん、陣内靖子です。今日はこんなに大勢の方が集まってくださいました。8月30日、あの時も本当にたくさんの人が集まって、そして国会前には12万人、全国1000カ所100万人規模での大きな反対運動が、そして反対の声が上がっています。しかし今、安倍政権はその私たちの声を少しでも小さく見せようとして、国会前は3万人だったとか、そして、戦争法案ではない抑止力なのだとか、マスコミを使い一生懸命必死になって、その言い訳を始めています。そこまで私たちのこの力が、追い込んでいるわけです。今、抑止力といっても誰も信用できません。つまり、戦争に対して、軍事で、力をつければ相手国、もし仮想敵国あったとしても、そこがさらにそれを上回る戦力を持とうとする、それは誰でもがそう思うわけです。つまり、武力で抑止にはならない。
私たちがこの戦争のない国を維持してきた70年平和でやってこれた、それはまさにあの戦後70年、それを本当に憲法9条、交戦国とし、戦争をしない国としてのその私たちが憲法をしっかりと守ってきたからです。それを今安倍政権は、憲法解釈、これを一方的な閣議決定で行い、そして戦争できる国へとその道を進めようとしている、その最大の山場が来週参議院での採決になるかどうかです。採決させてはいけません。そして私たちの声をマスコミなどにも負けないように、もっともっと反対している声がこんなにたくさんあるんだ、民主主義をしっかりと守る声が、守る人々が日本にこんなにいるんだ、そのことをもっともっと示していきましょう。頑張っていきましょう。陣内さん、どうもありがとうございました。ちょっと議員続くんですが、共産党から都議会議員の方含め5人いらしてくださってます。ちょっと申し訳ないけど短くっていうふうに言ってるんで、皆さん聞いてください。でまず清水さん、どうぞよろしくお願いします。ご苦労様です。日本共産党東京都議会議員の清水秀子です。皆さん、都議会でもおくらばせながら15日の予定なんですけれども、日本共産党都議団17名、民主党都議団13名、生活者ネットワーク都議団3名、無所属会派が2人、この5会派で共同アピールを出せることになりそうですという状況なんですけれども、やっとそこまで追い上げてまいりました。これも皆さんの日々の活動のおかげです。都議会ではこんなことなかなかできないんですけれども、なんとか15日には共同アピールにこぎつけたいと思います。これからも頑張りましょう。6割を超える国民が今この安保法案の採決、今国会の採決に反対しています。8割の国民は安倍政権がきちんと説明をしていないと考えています。本質をごまかし、日本が海外で戦争する国にするこの法案を日本を責められる話にごまかそうとしている。喧嘩や火事に例えて本質をごまかそうとしている。だから理解が広がらない。安倍政権は本質をごまかしながらこの法案をご利用しようとしています。どうしてもそれを許すわけにいきません。この法案が通るということは、日本の民主主義が殺される、憲法が殺される、私たちの民意が、主権が殺されるということです。どうしてもそれを許すわけにいきません。その思いは本当にたくさん皆さんの思いだと思います。どうかご一緒にこの声を上げ続けて戦争法案をストップしましょう。ただいまのは石井博一市議会議員でした。私は市議会議員の青柳由紀子です。本当に今日このような多くの皆さんの姿を見て本当に勇気をもらいました。そして小学生、中学生、高校生の方からの心からの訴えが、本当に絶対に廃案にさせなければならない、本当に思いました。何としても世論の力でこの安保法制廃案に追い込み、安倍政権を退陣に追い込もうではありませんか。どうぞ最後まで頑張ります。街頭にお集まりの皆さん、そしてデッキの皆さん、こんにちは。この戦争法案を断固廃案に追い込むために頑張りましょう。私も地域の祭りでも訴えております。多くの反響があります。今日も訴えてまいりました。最後の最後まで日本の平和を守り抜く戦いを皆さんと一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ただいまの訴えは鈴木雄二市議会議員でございます。
私は日本共産党八王子市議会議員の山越拓司でございます。今日も午前10時からの8時間アクション参加をしてまいりました。皆さんと共に最後の最後まで戦争法案廃案に向けて駅頭で街頭で市議会でそしてフェイスブックも使って皆さんと一緒に頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。八王子市議の最後です。維新の党小林博也さんからもメッセージがありますので読みます。パトカーが反応してますけど待ってばいいですか。西日がいい感じですね。小林博さんメッセージを読みます。戦争を経験したことのない私たちが戦争を語る時代になりました。だからこそ安全保障関連法案は十分な議論が必要であり慎重に審議しなければなりません。また違憲性のある安全保障関連法案が強行採決されたことに強い怒りを感じます。残念ですが今回は先約があり参加することはできませんが私小林博恵はこれからも広島県広島市出身の八王子市議会議員として市議会の場で二度と戦争という過ちを繰り返さないため活動を進めていくことをお約束いたします。八王子市議会議員小林博恵どうもありがとうございました。またみんなで声を上げましょう。コールに行きます。プラカード掲げてください。そこ喫煙所にもちょっとプラカード巻いてもらっていいですか。欲しがっている方がいらっしゃるんで。あれ俺の方戦争反対、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 憲法守ろう、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 子供を守ろう、子供を守ろう、生活守ろう、生活守ろう、生活守ろう、命を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 守ろう、戦争反対、戦争反対、戦争反対、誰も殺すな、誰も殺すな、誰も殺すな、嘘をつく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 な、戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、ちょっとテンポ上げます。戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、戦争法案今すぐ廃案、戦争法案今すぐ廃案、安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権は今すぐ退陣、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、八王子から声を上げよう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 、ありがとうございました。次は女優の林陽子さんによる詩の朗読です。どうぞよろしくお願いいたします。八王子の皆さんこんにちは。それから他の地域からもいらしてくださってる皆さんこんにちは。林陽子です。これから私は茨城のり子さんの詩を2つ朗読させていただきます。茨城のり子さんは私より4歳年上のお姉さんでした。はい、
その方の書いた詩です。私の本当に敬愛している方です。まず木の実という詩を読みます。木の実、茨城のり子。高い小杖に青い大きな果実が一つ。現地の若者はスルスル登り、手を伸ばそうとして転がり落ちた。木の実と見えたのは苔むした一個のドクロである。ミンダナオ島、26年の歳月、ジャングルのちっぽけな木の枝は戦死した日本兵のドクロを弾みでちょいと引っ掛けて、それが眼下であったか尾行であったかは知らず、若くたくましい木にぐんぐん成長していったのだ。生前この頭をかけがえなく愛しいものとして書き抱いた女がふといたに違いない。小さなこめかみのひよめきをじっと見ていたのはどんな母。この紙に指絡ませて優しく引き寄せたのはどんな人。もしそれが私だったら、絶句し、そのまま一年の歳月は流れた。再び装甲を取り出してはめるべき就業を見出せず、さらに幾年かが行く。もしそれが私だったら、に続く生き業をついに立たせられないまま。準備する。昔人々の間には温かい共感が流れていたものだ。少し年老いて心ない人たちが語る。そう、確かに地下壕の中で見知らぬ人たちと苦いパンを分け合ったし、ベタベタと誰とでも手を取って猛火の下を逃げ回った。弱者の共感、ウジ虫の共感、殺戮につながった共感、断じて懐かしみはしないだろう。私たちは厳しい寂しい季節、実らぬ時間、絶え絶えの時代が私たちの時代なら、私は親愛のキスをする。その額に不毛こそは北条のための何か、激しく試される何かなのだ。野脇の跡を繕うように、果樹の周りを回るように、畑を深く掘り起こすように、私たちは準備する。遠い道草、長い停滞に耐え、忘れられた人、忘れられた書物、忘れられた苦しみたちをも招き、たくさんのことを黙々と。私たちのみんなが去ってしまった後に、冷めて美しい人間と人間との共感が匂い高く花開いたとしても、私たちの皮膚はもうそれを感じることはできないのだとしても、あるいはついにそんなものは誕生することがないのだとしても、私たちは準備することをやめないだろう。
本当の死と生と共感のために、ありがとうございました。林陽子さん、ありがとうございました。続きまして、元レンジャー隊員の井筒隆夫さんが駆けつけてくださいました。挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、元ですね、埼玉県朝霞市の朝霞駐屯地にありました第31普通科連隊というところでレンジャー隊員をしておりました井筒隆夫と言います。あのネトウヨの凱旋と違うんですけど、あの違うんですけれども、よく最近またお前本物かって言われるんで持ち歩いてます。これはですね、ありがとうございます。これはあのレンジャー教育に、素養試験に合格をしてレンジャー教育に行くときにこの日の丸に、中隊全員に書いてもらう寄せ書きなんですが、なんでこんなことするかというとですね、レンジャー教育って死亡を前提とした教育課程3ヶ月間受けるんですけれども、死んだときにはこれ棺にかけて戻ってくるんです。ちゃんとレンジャーを生きて卒業するとこうやって記念品で、持っていられるんですけれども、皆さんですね、今の自衛隊の実情はあまり知らないと思いますので、短くお話ししたいと思うんですが、14万人陸上自衛隊いるんですけれども、こういうレンジャー隊員の特殊部隊に行くっていう覚悟を持って訓練を受けた隊員っていうのはわずか5000人余りです。13万5000、つまり 95% の自衛隊員は死亡するようなしんどい訓練を受けてまで自衛隊員としてレンジャー隊員として頑張りたくないっていう人たちが自衛隊員の陸上自衛隊の今の実情なんですね。でそういう人たちがこれから高級砲ができてしまうと、海外の今度は PKO ではなくてですね、戦闘しているところに前とか後ろとかいろいろ安倍さんへり口言ってますけれども、要は戦争に参戦するために弾を運ぶ、兵士を運ぶ、食事を運ぶとかいうことをするわけですね。これは軍事の世界では明らかな戦闘行為とみなされて攻撃対象になるんです。それともう一点、お金がすごく戦争はかかるんですね。皆さんご存知ですか、アフガンとイラク戦争で軍事費だけに純粋にかけたお金、アメリカは200兆円です。 PTSD になった人、戦死した人、負傷した人たちの保障費、使ったお金が今380兆を超えています。現時点で約600兆近くもイラク、アフガンでアメリカは税金投入をしているのが実情なんです。年間ですね、これから自衛隊専守防衛、日本の領土領海領空を守るだけに税金は5兆円前後投入されていました。今度は高級砲で海外にも自衛隊は運用されるわけです。人もお金も必要になるんです。今年の3月4月象徴的な自衛隊の採用に変化が見られました。正規雇用の自衛隊員は1000人減らしたんです。非正規雇用の自衛隊員を2300人増やしました。皆さん何でだと思います？海外派兵に行った時に正規の軍人、お金をかけてクオリティが高くなった隊員をみすみす殺したら戦力ダウンになるんですよね。しかも自衛隊は公務員ですから、年数が多い人ほど死んだ時の保証金、退職金、恩給年金手当っていうのを高く払わなければならない。だけど非正規雇用で雇ったばかりの人を連れていけば死んだ時の戦死した保証金も安くなる。若い隊員だったら扶養家族もいない、その後の保証も安くできるのが非正規雇用の隊員の増員の大きな私は要因だと思っています。皆さん、アフガンでイラクで武力行使をしてアメリカは戦争舵を切って、イラクとアフガンが今どうなっているか分かってください、知ってくださいっていうことなんですね。戦争やアメリカ一辺倒の外交で平和は築けませんよ。自衛隊員は日本を守るっていうことに対しては命を差し出す契約を61年間してきました。専守防衛という名では自衛隊は存在していいと私は思っていますけれども、武器を持って海外で戦争を手伝いをするっていうのは明らかな契約違反だし、そもそも憲法9条で自衛隊が外で武力を使って平和のためにアプローチしていいなんていうのは一言も書かれてないんです。こんな違法な法律を、こんな憲法を、国民を自衛隊をないがしろにする安倍政権は、皆さん力を合わせて法案を廃止するだけじゃなくて退場させましょう、政治家から。絶対この怒りを
愚弄されている我々国民は忘れちゃダメなんです。まずは来年の参議院選挙、東京都から自民党公明党の国会議員は出さない、そのくらいの覚悟と怒りを持ち続けてこれからも頑張っていきましょう。少し長くなりましたけれども以上で終わらせていただきます。共に連帯して頑張りましょう。愛しかないです。皆さんどうもありがとうございました。続いて八王子市民運動の人からお願いします。パレード実行委員から奥村さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんご苦労様でございます。八王子市民パレード実行委員会、この後徳さんも紹介されますけども、合わせまして三玉救助連の岡村と申します。この間の運動をみんなの力で作り上げてきました。この今議論されている法案はどんなに言ったって平和法案ではありません。戦争のための法案です。もし仮にですよ、成立したら廃案です。廃案、廃案、これをぜひ目指してこの力を皆さんで結集して頑張りましょう。最後まで今日はご協力いただきましてありがとうございました。同じく市民パレード実行委員会の時と言います。3月以来何度も市民パレードを行いました。そして自民党萩生田議員のところに陳情に行きました。萩生田議員は非常に動揺して私たちの質問にも答えられない、つまり市民が立ち上がればそれが大きな脅威になっているんです。この今日の取り組みをさらに大きくして必ず戦争法案廃案にしましょう。頑張りましょう。それでは続きまして三玉救助連の宮島さん、お願いします。どうもお疲れ様です。今週が本当に山場になります。絶対にこの法案を通さない、我々の力で廃案にするんだ、その決意を持ってこの1週間戦い抜きたいと思います。ぜひ一緒に戦い抜きましょう。宮島さん、どうもありがとうございます。続きまして九条の会八王子連絡会、藤谷さん、どうぞよろしくお願いします。八王子市内に18の憲法九条の会があります。その市内連絡会の事務局をやっております藤谷と申します。皆さんとともに最後の最後までね、この法案反対の運動に私たちも大きく関わったことに喜びと誇りを持っております。皆さん最後までこの熱意をみんなのものにして頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それでは共同センターの徳田さん、お願いします。皆さんこんにちは。憲法共同センターの呼びかけ人の一人、青年代表の徳田です。私はあまり普段こういう場で話すということに慣れてなくてすごい緊張はしてるんですけども、やはり今のこの情勢がそれを許さなかったということで、共同センターの呼びかけ人の一人として7月26日の八王子の集会では司会を務めさせていただきました。当日800人を超える皆さんの参加に支えられてすごい励まされた思いがして、この安倍政権の戦争法案について断固反対を貫いて青年代表として私もこれから頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。徳田さん、どうもありがとうございました。続きまして金八デモから西田さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。金八デモをやってます西田です。子どもたちの命を危険にさらすことでは原発もこの戦争法案も同じだと思います。廃案に向けて皆さん力強く頑張りましょう。ありがとうございました。それでは閉会の挨拶に移りたいと思いますが、閉会の挨拶の後にまたコールをやった後に皆さん明日の行動提起の方を行っていきたいと思います。それではまず閉会の挨拶、実行委員会熊谷さん、お願いします。これ
皆さん、こんにちは。そろそろこんばんはになろうとしてますけれど、前回、8月30日に集まった時は無常の雨でしたけれども、しかしそれでも1200人集まりました。でその時は皆さん傘を差していて表情が見えなかったんですけれども、今日は表情が見えます。本当に明日からの国会でこの国の70年続いてきた平和がどうなるのか、この圧倒的な今の国会を通してはいけないという世論を無視しようとしている安倍政権に対する憤り、そういうものが今皆さんの目にあることがしっかりと見えます。今日も連続的な、もう本当に連日の報道であるにもかかわらず、大変多くの人が今日もマルベリーブリッジの上にもずらっとこうおります。皆さん、今日私は来てもうこの法案に対する反対の声は押しとどめることができないということを確信しました。だってそうでしょう。この集会始まって一番最初に大学生の人たちが話をして、高校生の人が話して、中学生の子まで話して、小学生の子が朗読して、でその後各会派の市議会議員から社民党、共産党、もうありだ維新の党、ネット、ありとあらゆるところが行って、そしてそこには3色の、プラカードがついに八王子の平和集会にも来てくれました。ありがとうございます。そして元自衛隊のレンジャー部隊の人まで来てくれました。創価学会の人も元レンジャー部隊の人も子供も大学生も老若男女みんな反対してるじゃないですか。なんででしょうか。あまりにも変な法案だからですよ。もうみんな分かってる話ですよ。これは今の国会で通すことに 80% 近い人が反対してるわけです。説明不足だという人は圧倒的なわけです。これをですね、無視して法案を通す、これはもう民主主義ではありませんよ。政治家が民主主義を壊そうというのであれば、我々は路上に出てこの企みを粉砕しなければいけないと思います。皆さん、明日から私たちは国会に行って、国会の前でもうこの政争法案反対、民主主義を守れ、憲法を守れ、そういう声を上げていきたいと思います。また同時に大事なことは、この八王子で政争法案反対、そして憲法を守れ、平和な社会を、あと今年戦後70年ですが、あと70年でも100年でも続けていこう、そういう声を広げていくことだと思います。八王子から選出されている萩生田議員は安倍さんの側近などと言って大変に悪い役割を果たしていて、私はいつもこういう時に話しますけど、本当に恥ずかしい、もういい加減にしてくれという気持ちです。本当に皆さん、先ほど、レンジャー部隊の伊豆さんもおっしゃってましたが、次の選挙で必ず痛い目を見させてやろうじゃありませんか。そして今の安倍政権に許せないこといっぱいありますけど、腹の立つことも、もう毎朝新聞開くたんびにね、戦争の話ばっかりだから、もう本当にうんざりですけれど、特に最近うんざりしていることは、軍事費が過去最高5兆円を超えると、来年の予算では皆さん5兆円ですよ。でその中身見ても、今の例えば水難を救済するとかそういうんじゃない、オスプレイを買いましょうとか、なんか島嶼防衛のため その水陸なんとかなんとかとか、まあ、そういうこれまでの専守防衛と言ってたものとは違う武器を買うためにどんどんお金が大きくなって5兆円を超えた。一方では皆さん、消費税が 8% になってからどうですか。生活は 10% になったらどうですか。どんどん実質賃金下がってるんですよ、私たちの。そんなことはほっといて、軍事費上げて、福祉は削って、こんな国でいいんですか。皆さん、もう私は本当に情けないと思いますよ。それなりに皆さんが、それなりじゃない、ここにいらっしゃるような皆さんが本当に頑張ってきて、戦後70年間経済成長も成し遂げて、平和な国として戦争をしないで70年来て、その本当に尊い財産を安倍なんかに崩されてたまるか、そういう気持ちです。皆さん、明日からが本当に正念場です。ぜひ国会に行きましょう。そして身の回りの人に平和を守るということの大事さを子どもたちのために伝えていきましょう。そして私たちは戦後100年、戦後200年を無事に、まあ戦後200年私たち誰も生きてないと思いますけど、無事に子どもたちが迎えられるように最後の最後まで頑張ろうじゃありませんか。そして
皆さん、この八王子のこの実行委員会というかこの集会を開いてきたのは本当に超党派の人たちです。まあ今日はですね、本当に自衛隊の人も組閣会の人もいらっしゃって広いなと思うわけですけど、この広がりをこの国会が終わってからもさらに広げて、萩生田さんみたいな国会議員を出さない八王子、平和の町八王子、平和の砦八王子、それを必ず作っていこうじゃないですか。この力があれば必ずできます。頑張ろう。熊谷さん、どうもありがとうございました。お話ありましたけど、今日ここに集まって終わりじゃありません。明日からが本当の勝負です。国会前にぜひ足を運んで奴らの近くで声を上げましょう。8月30日行った方、ここにもたくさんいらっしゃると思います。八王子からみんなで行きましたね。それをもう一回やりましょう。で、行けないって方はもう一回言いますか、カンパをすいません、行ける人もカンパをぜひお願いします。カンパ袋持ってる方近くにいると思うので、で8月30日に1200人ここに集まって、八王子実行委員会みんなで頑張って、こんな集まることは初めてだねって言ってみんなで喜んだ、その終わった後の会議で、でもう一回やんなきゃいけないって言って1週間でこれ作り上げました。これから 1週間で人をたくさん集めるの難しいかもしれないって言って、でもこれだけ言ってくれました。本当にありがとうございます。で当初これだけ人集まると思ってなかったからね、八王子だけに8時間やって長さで勝負しようって言って、もう9時過ぎから僕らずっとやっててヘトヘトですが、でもチラシを持って行ってくれた方とか、署名してくれた方、バナーを持って、プラカード持ってくれてる方、カンパしてくれた方、たくさんいらっしゃいます。八王子は本当にすごい街だと思います。これが民主主義だと思います。最後コールやって、石山さんからお話があって、最後またコールで締めますけど、コールで民主主義ってなんだこれだっていうのを、この間8月30日やったのを入れます。僕が民主主義ってなんだって言ったらこれだっていう風に返してください。これやって、お、ティーンズソウルっていう中高生の反対する集まりの人たちからもちょっと一個提案があります。コールに、これ高校生の言葉なんですが、トリマハイヤン、僕が言ったらリコールはそれなそれな、意味が分かんないですが嘘嘘、とりあえずまあの略語でトリマで、ハイヤンに対してそうだよそうだよっていう意味でそれなそれな、トリマハイヤン、それなそれなです。2個ちょっと大変だと思うけど、八王子なら大丈夫、頑張れる、やりましょう。ゆっくりゆっくりいきます。民主主義ってなんだ、民主主義ってなんだ、プラカード掲げて、民主主義ってなんだ、民主主義ってなんだ、トリマハイヤン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 、戦争反対、戦争反対、憲法守ろう、憲法守ろう、戦争反対、戦争反対、憲法守ろう、憲法守ろう、戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権は今すぐ退陣、八王子から声を上げよう、八王子から声を上げよう、一人一人が声を上げよう、一人一人が声を上げよう、戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、戦争法案今すぐ廃案、戦
争法案今すぐ廃案、民主主義ってなんだ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 、取りま廃案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 、戦争法案今すぐ廃案、戦争法案今すぐ廃案、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 廃案、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 廃案。ありがとうございました。ご通行中の皆さん、そしてマルベリーブリッジにお集まりの皆さん、東急スクエア前にお集まりの皆さん、改めましてこんばんは。岸山奈穂子です。総係行動実行委員もやっています。総係行動実行委員のメンバーとして明日の行動提起を行っていきたいと思います。それ前に今日1週間でこれだけ集まるとは思っていなかったけれども、私たち実行委員では今やらないでいつやるんだということで、もう数人でもいいからやろうということになりました。これだけの人が集まっている、やっぱり八王子から国会へ廃案しかないと思っています。そしてこの50年に一度というこの豪雨の中で被害に遭われた栃木県、宮城県、そして茨城県の皆様には心よりお見舞いを伝えます。しかし今テレビで自衛隊員が救助している姿を皆さんテレビで見てると思います。この救助の手を差し伸べている自衛隊員の手に武器を握らそうとしているんです。この法案は絶対に許せない。その救助の手を血で汚すことは絶対に許されない。何としてでも廃案にしなければいけません。それでは八王子このアクション、明日何としてでも皆さんと一緒に国会に行きたい。8月30日はなんと8月の30日はなんとこの八王子の黄色い旗が国会正門前にひらめき、はためき、私は鳥肌が立ちました。八王子の旗が、八王子の仲間が国会正門前の真正面に鉄柵を乗り越えていっている、こういった状況をまた明日作り出そうではありませんか。八王子こんなに集まるのは自由民権運動以来だと言われています。この八王子から国会へということが他の地域にも励まし、私たちの集会も前倒しして地域から国会に行こうよ、そういう広がりになっていってる、先頭を立っていってる。八王子は地域の運動を国会につなげていく、そういった先頭に立とうではありませんか。明日1時から座り込みがあります。夜になるとかなり混雑します。不安な方はなるべく早く国会正門前に来てください。皆さんいいですか、国会正門前に来てください。8月30日のあの決壊を警察はかなり悔しがっています。申し入れに来ました。もう絶対にあそこを決壊させないと言っていました。そんなの関係ない、危ない危ないと言って、私たちは決壊させてあそこを市民の解放区にしようではありませんか。今国会も前でよく集会で私の仲間がワルシャワ労働家の歌詞の一部を引用してよく演説をしています。皆さん知っている方はいらっしゃいますか。若い人はちょっと知らないかもしれない。ワルシャワ労働家の一部にあります。ひるまず進め我らが友よ、敵の鉄砂を打ち砕け。私たちもこの敵の鉄砂を打ち砕いて明日は国会前を市民の解放区にしましょう。それではコールを行っています。鉄の鉄砂を打ち砕くコールで行きたいと思います。それではコールを行います。戦争法案今すぐ廃案、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 今すぐ廃案、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 廃案、廃案。
戦争法案今すぐ廃案。戦争法案今すぐ廃案。今すぐ廃案。今すぐ廃案。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 強行採決絶対やめろ。強行採決絶対やめろ。強行採決絶対反対。戦争法案今すぐ廃案。戦争法案今すぐ廃案。今すぐ廃案。今すぐ廃案。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 安倍政権は直ちに退陣。安倍政権は直ちに退陣。安倍政権は直ちに退陣。直ちに退陣。直ちに退陣。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 八王子から声を上げよう。八王子から声を上げよう。八王子から声を上げよう。ありがとうございます。今60年70年安保とよく比べられていますが、決定的に違うのは私たちは負けられないということです。何が何でも戦わない、勝たなければならない。よく戦争法案が通ったらどうしますかと聞かれるんです。そんなこと考えられない。私たちは勝てる戦いをやってるんですよ。そうですよね。ここまでずる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 伸ばしてきたのは私たちの力があったからです。このまま伸ばして廃案一直線頑張ろうではありませんか。明日はぜひ国会行ってください。ここからだと京王線が安くていいかもしれませんね。ぜひぜひ、皆さん国会へ電車もジャックして黄色一色で明日は国会正門前に行きましょう。それでは皆さん国会正門前でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これでここの八王子アクションを終わらせていきたいと思います。お集まりになった皆さん本当にお疲れ様でした。しかし戦いはこれからです。これからです。頑張りましょう。お疲れ様でした。皆さんもしよかったらもう一度カンパのご協力をお願いします。よろしくお願いします。